驚きの結末。なぜ、大谷翔平を超える選手は存在するのか？こんにちは、皆さん。今回は、大谷翔平についての特別記事をお届けします。大谷翔平は、日本からメジャーリーグに挑戦し、その期待に応える素晴らしい成績を残しています。しかし、彼以上の選手は存在するのでしょうか？もし存在するとしたら、誰なのでしょう。歌、大谷翔平とマット・オルソン、どちらがすごいのか？答えは一つ。大谷翔平とマット・オルソン、どちらがよりすごい選手なのか、多くの人が関心を持っています。そして、絶対的な答えはありません。しかし、私たちはこの質問に答えるべく、様々な視点から両者を比較してみました。まずは、大谷翔平の能力から見てみましょう。彼は、バッティングのスキルに加え、驚異的な速球を投げることができる二刀流、プレイヤーです。彼のバッティングスタイルは、独特でありながらも、安定感のある成績を残しています。さらに、彼は、日本での経験が豊富であり、国内リーグでの活躍も認められています。一方、マット・オルソンは、パワフルなホームランバッターとして知られています。彼は非常に力強いスイングを持ち、その長打力は抜群です。また、守備でも優れた能力を持っており、一塁手としての貢献度は非常に高いと言えます。では、どちらがよりすごいのでしょうか？答えは、はっきりと言い切ることはできません。なぜなら、彼らは異なるポジションでプレーしており、それぞれが持つ能力も異なるからです。大谷翔平は二刀流プレイヤーであり、そのバランス感覚や多彩な才能が魅力です。一方、マット・オルソンは一塁手としての特徴を生かし、ホームランを量産することができます。結論として、どちらがすごいとは言い切れませんが、大谷翔平とマット・オルソンは、どちらも素晴らしい選手であり、それぞれが持つ特徴によって評価されています。しかし、驚くべきことに、大谷翔平を超える選手が存在したのです。皆さんも驚かれる。でしょう。実は、大谷翔平を超える選手がいたのです。その選手とは、なんと大谷翔平自身です。はい、驚かれましたか？大谷翔平は、自身の、成績に満足することなく、日々努力を重ねています。彼は、すでに、日本での実績を残し、メジャーリーグでも大活躍していますが、まだまだ、向上心を持ち、さらなる高みを目指しています。大谷翔平は、バッティングの件動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。